ということで、今回は動画のタイトルの通りなんですけど、2021年を振り返りたいと思います。それと僕がこの2021年で買ったレゴの中で、ベスト5を決めたいと思います。皆さんこんにちは、ひろげです。はい、僕は今、実家に帰ってます。まあ、早いもので、2021年も今日で終わりです。ということで、今回は動画のタイトルの通りなんですけど、2021年を振り返りたいと思います。それと僕が、この2021年で買ったレゴの中で、ベスト5を決めたいと思います。まあ、まず2021年で僕が一番の事件は、やっぱり、二級建築士に、まあ、受からなかったことです。あと1点足らなかったのが、やっぱちょっと僕の中では、結構心の残りです。なので来年は絶対合格したいので今はめちゃめちゃ勉強してます。僕今現在法令宗の線引きで結構手こずってます。であと一言言うのであれば、無事会社の方に、まあ、内定したことですね。来年からは会社員しながらこうやって YouTube 撮っていくので、思うように動画撮れないと思うんですけど、まあそれについては僕も承知の上でやってますので、おそらく来年の4月頃には動画の本数は多分減っちゃうと思います。ただ勉強にしろ YouTube にしろ継続していくことも大事なので、来年については昔の自分に、まあ、勝ちたい1年にしたいです。あ、ちなみに動画と関係ないんですけど、僕は徳島に帰ってこれを買いました。それがこちら。はい、こちらのレゴスピードチャンピオントヨタのスープラを買いました。ちなみにこちらはコストコで1500円で買いました。これも前から欲しかったものなので買えてめちゃくちゃ嬉しかったです。それと、はい、こちらのレゴスーパーマリオクッパ城を買いました。ブラックフライデーの時に1000円引きクーポンをもらったので8000円で買いました。めちゃめちゃお得でした。これはめちゃくちゃ嬉しいです。はい、それではここから僕が2021年で買ってよかったレゴを発表したいと思います。ちなみに今回も全部で5つです。僕この1年結構いろんなレゴ組み立ててきたんですけど、その中で特に良かった5つを発表したいと思います。まず第5位の発表をします。第5位はこちら、レゴクリエイターサイバードローンです。僕レゴクリエイターがすごい好きなんですけど、その中でサイバードローンなんですけど、僕が今まで買ったクリエイターの中で結構すごいと思ったので、今回は第5位にノミネートしました。サイバードローン自体が1200円ぐらいで売っていて、さらにレゴクリエイターで結構珍しくミニフィグが入っていたので、これは僕も作っててすごいいいと思ったので、今回は第5位にノミネートしました。はい、続いては第4位を発表します。第4位はレゴスーパーマリオレゴルイージ始まりの冒険スターターセットです。レゴマリオ結構好きで、僕は特にルイージがすごい好きだったので、レゴルイージが発売されて僕はめちゃめちゃ嬉しかったです。僕どっちかっていうとプライベートでレゴマリオよりレゴルイージの方を結構遊んでいます。年末の新作にルイージマンション系が出たんですけど、ルイージマンション自体僕やったことないので、ちょっとレビューしようかしないかは、まあ、考えておきます。はい、続いては3位の発表です。第3位はレゴスターウォーズ X ウィングファイターです。いや、レゴスターウォーズの完成度すごい高いんですけど、僕が作ったレゴスターウォーズの中で一番かっこいいのはやっぱ X ウィングファイターだと思います。 X ウィングファイターも年が変わるごとにリニューアルされているんですけど、僕は今年の1月に発売された X ウィングファイター、あれがめちゃくちゃ良かったです。値段も6000円なのでかなりリーズナブルに変えてすごく嬉しかったです。僕レゴスターウォーズの動画多分2021年で 4,5 本ぐらいしか撮ってなかったんですけど、その中でもやっぱ X ウィングファイターは一番良かったです。はい、では第2位の発表といきます。第2位はレゴクリエイターワニです。今まで買ったレゴクリエイターの生き物系の中でめちゃくちゃ完成度が高かったのがレゴクリエイターワニです。生き物系の中で今まで結構良かったのが深海の生き物と伝説の生き物とワイルドライオンの3つがすごい良かったと思うんですけど、やっぱレゴクリエイターワニの完成度はめちゃくちゃいいです。ただ唯一残念なのは値段がちょっと高いところですね。いつものレゴクリエイター生き物系は2000円前後で買えるんですけど、レゴクリエイターワニについては4000円して、さらにレゴストア限定品という結構入手しづらいので、まあちょっとそこが残念かなと思いました。ただこれを除けば本当に完成度がすごい高かったので今回は第2位にしました。ちなみにレゴクリエイターワニなんですけど、 Amazon だと4300円前後で売られてますので、気になった方はぜひ買って組み立ててみてください。はい、では皆さんお待たせしました。ここから僕が2021年買ってよかったレゴ第1位を発表したいと思います。もうご察しのいい方はもう絶対あれだろうと思うものです。それではいきます。2021年買ってよかったレゴ第1位はこちら、レゴクリエイターエキスパート絶叫ローラーコースターです。いや、もうあれはね、もう
最高。はい。あのレゴクリエイターローラーコースターは僕が今まで組んだレゴの中でもう最高です。ちなみに絶叫コースターなんですけど、なんと今年の夏頃に絶版になりました。ちょうどいいタイミングに変えてめちゃくちゃ嬉しかったです。ちなみに僕が今まで撮った動画の中で一番大変だったのは実はレゴクリエイターローラーコースターです。いやもうあれはね、もうほんと地獄でした。あれかかった日数が撮影で3日で、編集にまあ丸2日かかったんで、まああれすごい大変でした。ただ組み立てた後の完成度はもう本当に感動的なのでめちゃくちゃ良かったです。ちなみにあのレゴクリエイターローラーコースターなんですけどバラしました。実は来年徳島に帰っちゃうのでちょっとスペース的な問題もあるのでバラしました。徳島に戻ったら多分もう二度と組まないかなって思います。はい、ということで2021年買って良かったレゴランキングは以上になります。はい、ということで今回の動画は以上になります。ランキングについてなんですけど、まあこれ完全に僕がこれは一番いいと思ったものを選んだので、まあもしかしたら一部の人からしたらいやちょっとこれは微妙だったなって思うかもしれないんですけど、まあ先ほども言った通り完全に僕がいいと思ったものなので、まあそこについてはご了承いただければと思います。はい、最後になりますが2021年私の動画を見てくれてありがとうございます。来年は動画活動をしながら一人前の社会人として精進してまいりますので、来年の2022年、私ひろげの応援よろしくお願いします。はい、それでは皆さん2022年で会いましょう。では良いお年を。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。